今回はブルーディスティニーの話題の時はいつもいつも1号機のことばっかりに対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。ブルーディスティニー1号機すれ、お前ニュータイプだろ。お前もお前もお前もどうせみんなニュータイプなんだろう。よっしゃ今日も元気に一発、エグザムシステムスタンバイ。お前今勝手に動いたな。さてはモビルアーマーだな。自分はモビルスーツです。本当です。いつものやつ。どいつもこいつも1号1号。こっちがジムでキャッキャした直後にクソバヤジムのインパクトがな。2号機も3号機もガンダム顔になって、逆に個性なくして、かつ大して強くなってないから。肩の赤い2号機、そもそも白い3号機。3号機なんて肩の03もなくなっちゃうと全然わからん。めっちゃくちゃ強い青いジムっていうのが渋くて最高にかっこいいのに、最後は結局ただのガンダムになっちゃうの本当にわかってないわ。中身は置いておいて、見た目ジムではちゃめちゃに強いのが1号機の人気の秘密だと思う。モブ顔で無双するのが尊いんだ。かっこいいジムなところが受けてるので、そりゃ1号が人気になる。やっぱブルーといえば1号機だよな。敵も2号機よりイフリート界の方がインパクトある。ぶっちゃけ敵もイフリート界の方がインパクトあるだろ。二刀流でかっこいいしな。制限時間ありのパワーアップに前に乗ってたパイロット耐えられず死んでるとか、男の子の隙が詰まってるからな。結局1号機は登場のインパクトがでかかったからな。当時ですらどんどん無個性にしてくの謎だった。2号機のガンダムヘッドで赤肩でもがっかりだったのに、3号機のガンダムヘッドで白って、急増にしたってやる気なさすぎだろう。クルスト博士とジオンの騎士の猛襲に取り憑かれた2号機と、マリオンを解放するヒロイックな3号機なのでこれでいいのだ。ある意味我々がブルーという猛襲に囚われてると。3号機の素体はさ、クシーが良かったよな。ニムバスはエフリート界に乗り続けて、そしたらクロスディメンションからの因縁の再現にもなる。90年代だしそういうのは思いつかんやろ。だが、ここに例外が存在する。脚本の人、そこまで考えてないと思うよ。当時はセリフとチップの件見るとアムロのことなんてシガにもかけてなかったし、ボッシュは後年なんかいい感じに料理できそうだっただけだと思うよ。3号機は乾燥で地上と宇宙に対応した珍しい機体。ムーバブルフレームもない頃にしてはすごくない？おっそうだな。ジムライトアーマーにエグザム乗せてみたい。すげえ速くなりそう。エグザムに対応させるためにわざわざボディは陸眼能を用意してるんだし、相応のものでないと自戒するんじゃ。ここからユニコーンも生まれたと考えると何気に影響力でかいな。NTD 絡みもアルフっぽい名前が計画に載ってんだっけ。最新の設定だとこいつと同姓同名がユニコーン開発に関わってるんでそ。それ最新通過書出がもう13年くらい前になるし古いんじゃねえの。それはマスターアーカイブだから公式設定ではない。モビルスーツアーカイブの話は奥付けにあるけど公式設定じゃねえからな。本書モビルスーツアーカイブ RX0 ユニコーンガンダムは公式設定ではなく、ガンダムシリーズ作品に登場する RX0 ユニコーンについての歴史的技術研究書であり、作中のエピソード5という設定に基づいて執筆されています。したがって作中と関連作品などと異なる事実解釈が含まれる場合がありますがご了承ください。と、あるな。気がつけばハデスなんてコピー品まで出回ってる。1号機のシステムからよくもまあ一応制御できるようにしたな。てかマリオンの呪いが解けたシステムにどれだけの価値があるんだハデス。実際のとこ、それさえなければただソフトウェア側で機体のリミッタ解除するだけのシステムじゃないか。先輩どうもこんにちは。シリアルキラーダム来たな。描写的にはレクイエムもまさしくこれだし、ゲーム出身ながら存在感あるな。闇夜に赤い目の化け物が縦横無尽に跳ね回るとか映画とかでも問答無用で怖い演出だからね。敵
敵モビルスーツのパイロットはもちろん歩兵まで喜んで皆殺しにするガンダム EX と考えるとエグザム発動したブルーはヤバすぎる。今話題のガンダム EX を回避したと思ったら、電波が湧いてきて、それすら回避したと思ったら、こいつが湧いてくるってマジで地獄じゃね？そりゃそもそも敵地のアウェイド真ん中なんだから。ここ攻略で生き残れてたらウルトラエースでいいと思うぐらいの激戦地。そうだ、アフリカに行こう、オーストラリアもいい。とにかく生きてヨーロッパを離れられたら万々歳よ。ブルー1号機が戦ってたのって北米戦線じゃないの？U が乗ってからはそうだけど最初のテスト値は違う。ゴーグルの下に発光してるツインアイが浮かび上がるの好き。やっぱガンダム顔だとあんまり怖い印象にならないんだよな。ジム系のバイザーアイの方が底知れなくてよい。マリオンちゃんにストレスかけまくり、ベリーショートのデコッパチ具合が可愛いよね。エグザムって結局マリオンのエアボーンパワーで鬼強くなるの？公式では不明。小説版はリミッター解除プラスマリオン版 NTD だけどこっちは非公式。エグザムは公式設定が全然定まってない謎のシステムだからね。そこら辺きちっとやってる小説版は著者が非公式ですよってスタンスだし。第一印象でジムだけど青くて速くてパイロット死んでても暴れ回るなんて最高だ。冷静になってみたらボディ周りあんまかっこよくないな。ってなる。ガンダム顔にすると没個性化するけうなれー。3号機って当時は貴重なプレイヤー専用ガンダムだからプレーンな感じになったのかな？結局個性の塊の1号機が作品の顔になってるけどね。結局こいつニュータイプと対決してねえ。レッドウルフ隊とエンカウントしてほしい。赤と青で収まりもいい。これ以上ソラリ隊にトラウマを植え付けてやるな。みんなの好きなレイは最新版よ。ブルーって機動力がすごいって期待だったと思うけどゴテゴテの大火力にして大丈夫なの？開発陣、大丈夫じゃない。上層部、やれ。はい。エグザムが発動する前に打ち切っておいてパージするんじゃ。肩のミサイルランチャーに不安感があるな。システムが暴走するってことだからいろんな武装を器用に使いこなすのはイメージじゃないのよね。シンプルな方が恐怖感がある。何でも重武装にしたらいいという安直なのはどうかと思う。ブルーディスティニーの魅力ってすばしっこく動いて敵を全滅させるとこだからそういうのやめて。ブルーディスティニーは軽装の方が対象の身を確実に駆逐するという意志が感じられていい。パブルーといえば1号機ですわ。3号機くんは宇宙対応陸眼って個性はあるからいいですよね。予備パーツ組み上げてリミッターつけて一丁上がりしたから青く濡れてないの。ここまで2号機くんの話題ほぼなし。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。